背中、はい、で背中っていえばね、みんなやっぱりこの、まあ、ウェイトをこう引く作業、要はとりあえずラットプールで、はい、大体ね皆さんやってて、まあその後背筋に効かせるパターンと、なんだかよく分かんないけどって聞いてるどこに入ってるのか分かんないみたいな人も結構いるんで、その辺ちょっとやって、はい、でまあこういう風にやったらこんなにしっかり入るんだよみたいなね、こんだけ背中に入るんだからこういうやり方しなきゃダメだよっていうのをいきましょうか。お願いします。はい、じゃあ行きましょう、はい、ちょっと一回じゃあやってみましょうか、はい、いつも通りで、でね、もうちょっと手幅狭めでいきましょうか。でね、いつも通りちょっと一発入れてもらって5発ぐらいいきます。私これ意識してるんだよねっていうのをちょっと教えてほしいな。意識してるのは、なんか手中のこの辺は意識してるんですけど、うんうん、入ってるのかなみたいなのは思いながら弾いてます。この広背筋に意識が入ってるかどうかちょっとわからない時があるみたいな感じ。そうですね、この間違ったようなパターンでさ、意外とこうただ弾いちゃうみたいな時があるんだけど、ちょっと一回ね、はい、軽くていいかな、あ、いいか、とりあえずこのぐらいでいいんで、ちょっと一回またいつもと思ってもらって、でしっかり足も奥まで入れて、なるべく奥入りましょうね。で、あんまり何にも考えないでいいんで、はい、肘だけね開いて、肘だけ開いて、胸にこう引っ張ってくるように、あの腕立ての逆バージョンみたいなイメージで、おっす、そう。でね、これあんまり意識ないんで、もっとねガンガンちょっと引いてみます。注意。これ引いてると、はい、背中どうだこうだっていうよりも、多分この肘開くんで、この肩のこの辺痛くなるんですか、うんうん、痛いですね。痛いですよね、はい、それなんで、これはね、もうね、肩のリアの種目っていうことで、あ、これはこれで何も気にしなくていいんで、とにかくね、何にも気にせずに肘だけ開いてガンガン引き込めば、そこが効くと。あんまり気にしなくていいですか、何にも。ちょっとじゃあね、はい、10発パンパンパンってちょっといっちゃってください、はい、何にも考えなくていいです。ガンガンいってます。肘だけいただいて、背中取れとしては間違っていることだけども、そうそう、あと4いきます。2、3、はい、 OK です。そうするとね、このラットプルの広背筋に効かせましょうっていう部分じゃちょっと違うような、違うとかあんま流行らないと思う、今のやり方と。でも逆にその肩のリア狙えば、はい、そこが痛いはずなんです。痛いですよね。だからね、意図的にこれはね、ラットプルやってるんだけど、その肩のリア種目としてのラットプル、あ、ね、それこう1種目それで1種目見せてもらって、逆にで後背筋に入れる時っていうのは、やっぱりその肩をこう下げていくような感じで、一回そこに刺激を入れて、はい、そこでこう引くようにして、はい、ちょっとね、2種目に変えてもらって、おでね、さっき言ったように、じゃあどういう形でやったらしっかり後背筋に入るんだっていう話なんで、はい、まあとりあえず何でもいいから3年ぐらい引けば入ると3年くらい引けば3年くらいね、引いてれば中から入ってくるようになるよっていうことでねどこかしらでかくね、どっか効果は必ず使うんで、後背筋に後背筋にってやっててもね、それはね、2、3年やってれば入ってきますよそこもあと2、3年くらい、あと2、3年強化すればね、ゴンゴンやれば入るんで、じゃとにかく2、3年は引き続けて、あんまりね、こう絶対このやり方かとかああだとかって意外とね、そういう風に行きがちなんで、はいはい、まあ何でもいいから引こうと何でもいいから引くって言って回数重ねていけばそれなりになるんで、わかりました、とにかく継続してやる。だけどね、一応その大事なのはね、はい、この脳みそでこう考えながら、ここにってやってるうちに、そこが痛いと思えばいいですよ。あ、わかりやすい。やっててね、あ、そこ痛いって、そこが痛いと思ったところが大体引いてるんで、なるほどすごいわかりやすいです、ね、わかりやすいですよね。で一生懸命こうだあだって言って形がっていうことよりは、こう引いていくうちになんかそこ痛いって、
で大体女子の場合この辺が痛いはずですか。痛いです。ですよね。痛くなるまで引くっていう。そうでね、この辺がね痛い位置はまだこの辺がちょっとあの弱いんで。おお。でその辺がね慣れてくるんで、慣れてきて、あなんかこの辺痛いなとか、この腰の付け根が痛いなとかってなってくればそこに効き出すんで。はいはい。だからとにかく、まあ、引きまくって3年くらい。わかりました。っていうのだから、じゃあどういうテクニックなのって言ったら、まあ3年ってことで。3年テクニックは3年っていうことでね。3年やり続けるその気持ちがすごいテクニックっていうことでね。継続はね。そんなことだよね、こういうね。はい、継続っていうテクニックが一番大事だっていうことで。そうです。何事もね。そうです。何でもそうですもんね。何の業界でも、何のね、あれでも、何のスポーツでも、何でも継続が大事なんで、確かに。継続が全てっていうことで、あの、テクニックは継続と。わかりました。っていうことでいきましょう。はい。ありがとうございます。